今年1年の無火災を願う高浜消防団と若狭消防署高浜分署の消防出初め式が6日行われました。役場前で行われたこの日の消防出初め式には、高浜消防団の団員や若狭消防署高浜分署の署員など合わせておよそ200人が参加しました。式では初めに若狭消防組合発足40周年を記念した旗が挙げられた後、サイレンの合図で一斉に放水が行われました。続いて若狭消防組合副管理者の野瀬豊町長らが団員を観閲しました。このあと団員たちは本町通りから文化会館までのおよそ2キロを行進しました。この日は雪が降るあいにくの天候でしたが、団員たちは今年1年の無火災を願い、力強く行進していました。